はい、こんにちは。今回ですね、輸入車はなぜ壊れやすいのかについてね、お話しようと思います。輸入車やっぱいいっすよね。なんかまあ乗ってみたいとか、まあ気持ちわかるっすよ。ただ、輸入車ってどうですか？皆さん壊れやすいイメージがありませんか？ありますよね。で、輸入車ってやっぱり、まあ壊れるんすよね。国産車に比べると、まあ壊れやすい。で、これね、国産車と比べてしまうから、輸入車は壊れやすいと思うかもしれないんですけど、国産車が壊れなさすぎる。そのね、車は壊れないっていうイメージがめちゃめちゃついてる日本人にとって、輸入車は多分めちゃめちゃ壊れやすいって感じると思います。で、その中でも輸入車を国産車と同じような使い方、まあ日常で使うような感じで、本当ね、普段使いからレジャーから全部国産車と同じような使い方をね、するから、なおさらね、壊れやすいって多分感じると思います。輸入車、まあ、ありますね、いろいろ。今、ドイツとかイギリスとかイタリアとかね、まあまあ、有名どころの車がありますよね。そもそも、日本って、やっぱ、気候にちょっと癖があるじゃないですか。暑い時もあれば、寒い時もある。季節が変わるわけですよ。日本ってそういう四季があるし、で、湿度、天候、気候の問題っていうのがあって、別に、その日本に向けて車作ってるわけじゃないんで、やっぱりそこの経年の劣化っていうのは、全然違うと思いますよ。まあ、輸入車で一番多いのは何ですか？輸入車って、まあ、オイル漏れ？オイル漏れっていうのは、輸入車はするんですよ。その部品何みたいなね。そのプラスチック何みたいな。その冷却水を通るパイププラスチックだけど大丈夫みたいなね。まあそんなの普通に使ってるわけですよ。日本で売ってる国産車とは、製品に対する考え方とか、何もかも違うわけですよ。国産車ってめちゃめちゃ壊れにくいんですよね。絶対壊れないわけじゃないけど、正直壊れなさすぎるぐらい壊れないと思った方がいいです。皆さんね、日本人で日本に住んでるから、その壊れない車をなんか当たり前みたいな感じで今生きてるから感じないかもしれないですけど、国産車マジで壊れないんですよ。国産車で新車買って、3年とか4年とかでオイル漏れだったりとか、そういうのがオイルのにじみとかあったりすると、まあ、クレームっすよね。で、まあ、輸入車なんて3年でオイル漏れとか、まあ、普通にあるんですよ。全然あるんですよね。輸入車を乗る人っていうのは、まあ、例えば、まあ、どっかの社長さんだったりとか、まあ、お医者さんだったりとか、まあ、経済的に余裕がある人だったりとか、そういう人たちがやっぱ輸入車をね、買うんですよね。で、そういう人たちってどういう車を買うかっていうと、まあ、新車で買うじゃないですか、輸入車を。で、3年、持って5年ぐらいで買い替えていく人なんですよね。そういう人たちが輸入車って乗るんですよね。なんで輸入車って3年ぐらいで乗り換えていくような人が多いわけですよ。富裕層の人たちはそんな乗り方をしてるんですよね。ただ、やっぱり輸入車いいなと思って、まあ私たちみたいな一般庶民が、やっぱ輸入車乗りたいなと思って輸入車をね、無理して頑張って買うじゃないですか。で、買って、それを国産車と同じように、まあ、10年とかね、乗れるもんだと思って買うわけですよ。10万キロ超えようが乗れるっていう感覚で買うんですけど、それが間違い。そもそもその日本のね、天候に合わせて作ってないし、なんでそう言って輸入車を普段使いの感じで使うと、それをメインでね、1台をメインでずっとね、同じように、国産車と同じような使い方をしてると、それはね、国産車の方がね、レベル高いっすよ。よくある話っすよ。トヨタのね、トヨタにずっと乗ってる人が、まあ、1回ぐらい輸入車乗ってみようと思って、これ輸入車乗るじゃないですか。でね、トヨタのイメージで来てるからね。車ってね、もうその人にとってはトヨタ一筋でずっと乗ってる人が、その車っていうのはこういうもんだっていうベースが、トヨタを基準に考えて輸入車乗るじゃないですか。で、3年、4年、5年って乗るじゃないですか。あれが壊れ、これが壊れ、で、オイルが漏れ、車検のたんびに車検代がすごい金額で来るとか、で、30万、40万の車検見積もりがドンと来ると。で、タイヤ変える、高い。全部高い。高い割にはめっちゃ壊れる。めちゃめちゃコストかかるやん。そうなると、やっぱりトヨタに戻ってくるわけですよ。やっぱトヨタが一番いい。やっぱプリウスがいい。やっぱクラウンがいいってなるわけですよ。そのくらい国産車って誇り持っていいぐらい、精度めちゃめちゃ高いですよ。経済的余裕があるわけじゃないけど、輸入車乗りたいっていう人だったら、ちょっと考え方を変えないといけないですよね。
ほんと国産車と同じノリで乗っちゃうと、いや、マジで、もうマジで後悔すると思いますよ。輸入車は輸入車の良さがあって、その求めてるところが違うんですよ。そのなんか国産車みたいに、こう長く、安く、コスパよく乗るっていう車じゃないんですよ。輸入車って、ベンツ乗ってるよとか、BM 乗ってるよとか、アウディ乗ってるよとかね。やっぱ言いたいわけじゃないですか。国産にはないようなデザインでね。まあ、奇抜だったりとか、かっこいい。いや、もうそこだけなんですよ。そうやって割り切って乗れる人が輸入車に乗ってて、で、国産車と同じようなイメージで輸入車に乗って、また壊れたとか、すぐ直してとかね、こうね、あじゃない、こうじゃない言っても、そんなすぐ対応してくれないですよ。いや、まあ、部品がまずないとかね。で、部品がないとかなるじゃないですか。で、まあ、部品がないとかね、ちょっと1週間、2週間かかるよとか、こんな国産みたいにね、部品がね、頼んだら次の日に来て、次のうちに作業が終わるとか、あのね、これ、本当にこれ、みんな慣れすぎてますけど、これ、こっちが異常なことって思った方がいいですよ。国産、日本っていうのはね、ほんと素晴らしいですよ、そこに関しては。いや、マジで、それに慣れちゃ、もうそこに慣れちゃってるから、多分輸入車乗ったら、平気で1週間とか預かりますとか、全然ありますよ。そうですね、1ヶ月ぐらいですかね、とかね。まあ、同じような作業だったとしても、あ、全然あるんですよ、部品がありませんとか。これもね、考えられないってね、多分感じると思うんですけど、まあ、国産車で、まあ、部品が壊れました。じゃあ、部品を頼みます。じゃあ、部品が来ました。この新品の部品、ほぼほぼ大丈夫です。この新品の部品。まあ、稀にやっぱり、その、初期不良とかね、そういうのがありますよ。ありますけど、ほぼ大丈夫です。でも、輸入車の場合、もう新品がね、1週間、2週間待って来ました。ね、部品が全然違うとか、この部品自体がもう壊れてるとか、これ全然あるんですよ。そう、そのくらいね、違います。考え方が違います。輸入車乗るのは全然いいし、私も乗りたいなって思います。うん。乗りたいなって思うけど、そこは理解して乗らないと、ほんとね、同じ車だけど、国産車と輸入車っていうのはもう全く違うわけですよ。全く違うんですよ。輸入車が壊れやすいんじゃなくて、国産車が壊れなさすぎるって思った方がいいです。だから、その国産車乗っててね、ああ、今日も絶好調だな、すごいな、日本車って思いながら乗るぐらいの勢い。そう、それぐらいね、日本車ってすごいです。国産車ってすごいです。全然壊れないです。トヨタ最強っす。そう、もうトヨタ最強っす。トヨタに限らず他のメーカーもそうですけど、国産車っていうのは基本壊れない。で、壊れない、壊れるの、レベルも全然違うんですよね。本当に。ね、ちょっと音がするとか、なんか異音がするとか、もうそんなのを気にしてるようじゃ輸入車はまあ乗れません。もうだから、犬って言ってるのと一緒なんですよ。ね、犬って言っても、ダックスフンドもいれば、ゴールデンレトリーバーもいれば、ドーベルマンみたいなやつがいたりとか、もういっぱい種類がいるわけじゃないですか。だっていっぱい犬種があって、ダックスフンド見ても、ゴールデンレトリーバー見ても、それをね、あ、犬だって言ってるようなもんなんですよ。全然違うじゃないですか。国産車、輸入車、イタリア、フランス、イギリス、ドイツ、もう全然違うんですよ。もう全然もうその国々ね、全く違うんで。なんでね、国産車にずっと乗ってる人が輸入車に乗ろうと思って、で、それを買うと、おそらくそのギャップにやられます。もし輸入車を買うんだったら、3年間乗ったら乗り換えようみたいな感覚の、そんくらいの気持ちでいないと、修理代、維持費、コスト、えぐいっすよ。ほんとね、もう全然違うんで、ね、国産車って素晴らしいなって多分感じると思います。で、輸入車、輸入車でやっぱりいい車っていうのはありますけど、耐久性で言ったら完全に国産車です。日本で乗るんだったらなおさら国産車がやっぱ耐久性は上になるんで、そこら辺をね、理解して、買ってもらえればと思います。今回ね、輸入車が壊れやすいっていうよりは、国産車が、異常なぐらい壊れないって、まあ、思ってもらえればなと思って動画にしました。でね、また近いうち動画上げていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価、あとコメント、と Twitter のフォローよろしくお願いします。バイバイ。